のだめカンタービレでの演技が、あまりにハマり役であったためか、逆に、その後、のだめを超える代表作に、巡り合っていないとも言える上野樹里、和田翔と結婚しましたが、過去にあった芸人との熱愛や、仲間幸恵の旦那田中哲司との関係を調査しました。上野樹里プロフィール、名前上野樹里、上野樹里、生年月日1986年5月25日。出身兵庫県加古川市、身長167センチメートル。所属アミューズ、木次、田中哲司との関係は、上野樹里が過去に芸人と熱愛。田中哲司との関係は、上野樹里を検索すると、関連ワードとして、田中哲司の名前が出てきます。田中哲司といえば、仲間幸恵との電撃結婚で、話題になった俳優さんですね。上野樹里と田中哲司との間に何かあるのか調べてみると、過去にテレビドラマ、ラストフレンズで共演したことがあるようです。このドラマ、恋人の暴力などに悩みを抱える男女が、シェアハウスで暮らしながら、友情や人の生き方を見つめていくというストーリーで、上野樹里がバイクショップの店員として、上野樹里が所属するモトクロスチームの監督として、田中哲司が登場、二人のキスシーンもあったようです。こうなるとお決まりの、熱愛の噂か、と思うのですが、残念ながらそのような噂の情報は見当たりませんでした。噂ですら見当たらないとなると、全く脈のない関係だったのだと思われます。まあ、仲間幸恵と結婚したわけですし、余計なお世話な話でしょうけどね。上野樹里が過去に芸人と熱愛。さて、上野樹里の過去の熱愛を調べてみると、いくらか噂のある人たちの名前が上がっている中で、芸人というものがありました。調べてみると、この相手はオリエンタルラジオの藤森慎吾でした。女性週刊誌が二人の熱愛交際をスクープしたのですが、その時は両サイドとも友人の一人と熱愛を否定したようです。しかし、その後藤森慎吾の母親が実名でバラしてしまいました。母親が藤森慎吾のマンションにいる時に、上野樹里が犬を連れて遊びに来たようです。母親は上野樹里に、自分を持っていてしっかりした子、との、印象を持ったようで、慎吾には無理、と思ったそうです。で、案の定別れたと語ったそうです。母親にここまで言われてしまうと、もう否定のしようがないですよね。ちなみに、この母親は、藤森慎吾と加藤夏樹との関係も暴露しちゃったみたいです。加藤夏樹が部屋で寝ていたとバラしたみたいで、本当にうちの息子でいいの、と聞くと、加藤夏樹は苦笑いをしていたそうです。そのしばらく後に、藤森慎吾はある番組で、思い過ごしだった、と失恋を報告していたようです。藤森慎吾は、アナウンサーの田中みな実との関係が、注目されるところですので、また母親から何か情報が出てくるかもしれませんね。で、上野樹里ですが、向井理や松本潤、玉木宏などとの熱愛が噂されてきましたが、結果として確かなものはないようですね。強烈な天然ぶり、独自の世界観を持っているので、普通の感覚ではちょっと相手をできないでしょう。そうした感覚を理解できないまでも、しっかりと受け止めることができる器の大きな、素敵な男性と出会えるといいですね。